コタロー塾や月教室の鴨下と申します。本日は学習塾の選び方、集団指導塾と個別指導塾、うちの子はどっちに通えばいいのかということでお話をさせていただきます。まずですね、お子様の成績別の学習塾の選び方ということで、通知表が4以上、学校の授業についていけてるというお子様の場合、集団授業は向いています。メリットとしては、ハイレベルな授業が受けられる、カリキュラムに沿って授業が受けられる、また競争心が生まれるということが挙げられます。逆にデメリットとしては、理解できなかったら置いていかれる、質問がしづらい、復習する機会がないという場合もあります。で、続きまして通知表が3以下、学校の授業についていけていないというお子様の場合、個別指導が向いています。苦手な単元に遡って授業が受けることができますし、分かるまで何度も繰り返すことが可能です。また勉強の仕方も指導が可能となっています。デメリットとしては分かるまで繰り返すので進度が遅くなる場合があります。また競争心が生まれないということもありますし、講師による指導のばらつきということも考えられます。続きましてお悩み別の学習塾の選び方ということで、ハイレベルな授業を受けたいですとか、プロ講師に指導がしてもらいたい、友達と競って勉強がしたい、料金を安く抑えたいといった場合には、集団授業が向いています。続いて苦手な単元まで遡って指導してもらいたいですとか、苦手な科目、単元を絞って指導をしてもらいたい、たくさん質問したい場合、もしくは逆に質問ができないといったお子様の場合、個別指導が向いています。では、コタロー塾やつ教室ではということで、勉強が得意なお子様の場合は、学校の予習をします。コタローで予習をし、学校で、学習する、そしてまたコタローで、確認といった流れをとっております。また苦手な単元を集中して学習がすることができます。苦手な科目を個別指導、得意な科目を映像授業で、受講が可能となっています。それを踏まえて、上位校対策が可能です。実際問題ですね、船校ですとか薬校に、合格された生徒さん、数学と、国語ですとか数学のみで他の科目を映像授業で、取りまして、まあ、そうですね、数学の場合は両方とも図形が苦手だったので、図形に特化して、個別指導は指導をしておりました。また、V 模擬などのですね、模試の結果を見まして、それの分析をもとに、苦手な単元を重点的に対策することができますので、偏差値の方もですね、上がっていくという指導ができます。逆に勉強が苦手なお子様の場合ですね、どこまで遡れば成績が上がるのか考えながら授業をしています。そうですね、で同じ科目でも週2回以上受講が可能となっています。例えば中学2年生で1回を中1の数学、もう1回を中2の数学といったような取り方もできます。実際ですね、中学3年生だったんですけども、毎回、数学のテストをですね、70点台
やったお子様だったんですけども、授業が終わった後に講師から、分数が苦手だという報告がありまして、じゃあ次の授業の時に小学校の分数まで戻って指導してみようという話になりまして、実際ですね、小学校の分数まで戻ってやったんですけども、その次のですね、定期テストで、なんと100点取ってしまったんですね。そういった感じでですね、そのお子様がどこまで遡れば点数が上がるのかということを考えながら指導ができます。で、解説して終わりではなくて、自力で解けるまで繰り返しを行います。やつ教室にご相談に来られるご家庭多いのがですね、個別指導でも解説して終わりといった、個別指導が多いというご相談が非常に多いんですね。なのでやつ教室の方では、自力で解けるまで確認を行います。授業はですね、一方的に解説するのではなく、質問をしながら進めますので、理解度もですね、確認することができます。また、1対2の完全個別指導なので、常に講師が隣にいます。また、9割が女性講師なので、女の子でも安心して通っていただくことができます。実際ですね、やつ教師の場合、生徒さんは女の子が多いので、このような感じでですね、女性講師多めに採用をしております。また、講師研修をですね、毎年複数回行って、指導力の向上に努めております。授業中ですね、私の方も見回りを数回行いまして、お子様のご様子ですとか、あと講師の指導方法ですね、確認していきますので、講師に任せっきりということはございませんのでご安心ください。それではですね、必ず複数塾体験してくださいということで、お子様に最適な学習環境を整えていただきたいと思っておりますので、少なくても3教室はですね、体験ですとかご相談受けていただきたいと思います。やつ教室は通塾生の7割が転塾生となっています。塾に通っているけれど成績の上がらないお子様専門塾ということで、今塾に通っているんですけども成績の上がらないご家庭はですね、ぜひともご相談の方お願いをいたします。